夢を見たんだ。今までずっと忘れていた一族の夢を。どこ？みんなはどこ？長い道のりだったけど、僕はやっと鹿人族の故郷に戻れた。古くから伝わってきた鹿人族の術だけが唯一森を浄化できるかもしれない。故郷は荒れ果ててしまったが、僕はまだ諦めたくない。これって人間？この辺りの木はもうだいぶ枯れている。森の状況はますますひどくなっていくが、影で何かが僕たちを守っているようだ。もう間に合わない。森の心がバカ消えた。来てくれたのか。危ない。お前は誰よりも遠くへ。獅子よ、お前はもう七角山の一員だ。森の声が